さあということで今回は空の海ですね。行きましょう。ステージ9です。まずは9の1から9の4の楽譜を集めていきましょう。多分ね、もう一回ぐらいカンストするんじゃないかな、これ。なかなかな勢いで集まってるよね、真珠も。二回目のカンストまで、もうちょいだ。頑張っていきましょう。よーし、ゴールです。ありがとうございます。さあ、まずは、空の海ですね。ありがとうございます。では、9の2行きましょう。よーし、ありがとうございます。ゲームオーバーの2か。レイバー続きまして9の3行きましょう。あ、これどっち乗ってってもいいのかな。すげー、贅沢に両方で行きましょう。よーし、ということでゴールです。ありがとうございます。さあ、スタッフロールの1。では続きまして9の4行きましょう。おっせんもあるよね。ここのボスがえぐいんだよな。どう強化されてるかにもよるよな、正直。ムーガさんだったっけ。マジで強いんよな。おーし、着きました。いやー、マジで怖えな。絶対強いでしょ。よし、行きましょう。無駄戦、無駄さん。今度こそ、こっから先行かせない。よし、頑張っていきましょう。あいきなり来ちゃうのか、今の。おい、やっぱキョロスケさん助けに来てくれるんだな。追ってくるかな。追尾性あるからな、気をつけて。あー、ちょっといけないかな。無理しないでいきます。おし、当たってる。オッケーオッケー。で、今ダメージ受けちゃったかなと思ったけど、受けてないな。いやー、夏来るときついな。避けきれねえな。あー、しまった。間に合った。怖いよー、怖いよー。あー、当たってる。マジか。いやー、ちょっとスピンがうまくいけなかったな。ダッシュできなかったな。ただ、いける感覚あったな。なんだかんだいい
勝負ができてたよね。いけるぞ。またー、間に合ったのか。これはどうなんだ。あ、ダメージ受けてないんでセーフということにしましょう。あー、間に合わないな。もっとインついてって感じだよな。多分ヤバくなる前にちょっとでも後から移動しやすいようにしておく。はい、OK。こうなっちゃうとね、ダッシュで避けようとした先にこの追尾弾いると避けきれんのですよね。はい、大丈夫。これ当てに行こう。 OK。 いやー、これ追いつかれちゃうな。そっちかー、逆だったー。右にいると思った、キロスケさん。うわー、今の勝てた試合だったな。今のは勝てたわ。よし、頑張ろう。いける感覚マジである。ケロスケさん、悠々セーフだね今回は。うわ、無機化だ、やばい。大丈夫。いや、右側にキョロスケさんいてくれてマジでよかったな。左だったらやばかったかも。うわー、当たっちゃうか。オッケー、避けきれたのでかいぞ今のダブル攻撃。よし、かなりいいのでは今回で。むやみにダッシュしなくても大丈夫。ダッシュというかスピン。しまった、これに気がつきましたね。おお、しずすけさん、よーし、ありがとうございます。よかった、勝てました、ありがとうございます。いやー、マジで強いわムーガさん。
よーし、ありがとうございます。さあ、ではスタフィーダンスいいですね。よし、では新規ステージいきますか。まずは9の5いきましょう。落ちたら地面に真っ逆さま、空へ向かってどんどん登れ。登ってくステージね。いきなり上目指してって良さそうだね。とりあえず行けそうな場所でからでもって感じだけど、どっかないかな、どっかないかな。とりあえずこの辺に足場あるな。 OK、 乗りましょう。あー、これは乗れるか。一回戻るか。よし、これはまた戻ろう。ここの水んとこ行って、オッケー、扉あった。危な。とりあえずここだよな。はい。はい。ここ大丈夫。あー罠ですねまあでも真珠が取れたんでよしとしましょう。ってなるとこっちかな。あ、しまった。さあ乗って、おお、すげえ配置、すげえ配置。こっち来ちゃったけどよかったか。どっちでも良さそうか。これ取りに行こう。せっかくなんで。よし、オッケー。あ、ダメージ受けちゃった。で、扉。危なーい。よかった。間に合った。こっちは違うね。ただ、すり抜け、ダメージですり抜け。行っちゃってもよかったかもしれないな。多分すり抜けいけるよね、トゲだったら。おお、乗れた。ナチュラルに乗れてしまった。で、ここ乗れる。よし、直で行っちゃおう。ショートカットです。これがショートカットなのです。こっち行けるね。さあ、真珠ありました。一回乗るか。 OK、 で、ここも壊せる。そうだな。これってスターピーちゃんでいけんのかな。こっちってどうなんすかね。あ、全然いける。 OK、 そうだな。こっちもいけるよな多分。オッケー。
さあこっちは何があるでしょうか。真珠軽く迷路だね。さあ右側はこっちも違うね。なるとこっちなのか。ちょっと頑張ってみようか。乗って危ない。 OK、 よし。あ、でも全然違うわ普通に何もなかったわ。とりあえず行ったことのない場所を目指したいな。ここ上とか違うな。ここの左とか、ここっぽいな。よーし、スターゴールド、ありがとうございます。さあ、ということで、エビル・クリスタさん。では、続きまして、9の6行きましょう。雲と雲の隙間を縫って、遥か遠くのゴールを目指そう。おお、これまた、すごい、乗り継ぎ系のステージだ。OK、大丈夫。全然なんか空中にあってもそんなに不思議だなって思わなくなったわ扉が慣れてしまった。オッケー、倒した方がいいんかな。どうなんだろうね。一応通しながら行く。ここは取りましょう。ぜひ取りましょう。いや、無理して倒さなくても良さそうだね。扉が解放されてないわけではないから行っちゃうか。多分全倒しじゃないかな、あの子倒せば。おー、危ない。助かりました。で、取る。これは取る。よし、もうすぐ9000だね、真珠。いいね、いいね。さあ、おばちゃん。おばちゃん、登場。ちょっとタイミングがって感じだな。一回待ちます。はい、OK。一個一個でいい、全然。着地してから次でいい。間に合う。焦んない。
る。乗る。ちゃんと乗る。待て。待て。使うのかな。この子。どうなんだろう。あ、やばい。とりあえず乗り越えよう。いや、いけるな、多分。よし、危ない、ギリギリだった。もうしゴールだ、ありがとうございます。9000超えましたね。真珠サイビルクリスタさん。では続きまして9-7いきましょう。ジュエリーに乗るときは降りるタイミングが大事だよ。そう、降りたり乗ったりするね。タイミングがなかなかむずいんですよね。芝ないんかい。あ、芝ないんかい今の。なかなか鬼畜なことをやってきますね。さすが2周目。さあ飛ぶ。危ない。よし。危ない。よかった。で、これは上なのか？上なのか？ここからいけるよな。よし。これはスタピーちゃんで乗ると。壁ジャンプも強いですからね。おっ。普通にこっちでいいのか。どうなんだ。とりあえず足場ありそう。足場というか水違いそう。なんか違いそう。こっちただジュエリーさんがいるぞ。戻ってくるよ。いや違うぞ。これでいいんだ。2ダメージ受けてしまったが、あ、待て。ああ普通に足場が来てくれたわ。ここ乗ればいいのかな。よし、いけそうだ。よかった。左で違いました。ただめっちゃ真珠ある。やった。さあマーメイドさん取って。おお、暗いですね。潜水艦っぽいな。よし、行きましょう。ああ、そこ通れないんだ。通れると思った。失礼しました。つけなければですね。まあ、真珠取るならこっちから回り込んで取りましょうみたいなね、そういう感じだね。この辺、よし。大丈夫。どうだ。扉あった。いい。上で。さあ、ここにもトゲあるぞ。気をつけて。よし、 OK。
ありがとうございます。とりあえず四隅というか角のところをチェックだな。これだけあるとな、どこかの奥んとこのような気がするよな、扉。あったわ、全然あったわ。よし、ありがとうございます。お、ゴールだ、ありがとうございます。やったー、まあ、せっかくだから取るか、真珠取りましょう、取りましょう。よし、ありがとうございます。タイミングいいね、バッチリ。さあ、エビルクリスタさん、では9の8いきましょう。ジュエリーをいくつも動かして乗り継ぎながら上に進もう。複数使っていくのか、面白いじゃないか。はい、危ない、よし。あー、しまった。すぐジャンプ、すぐジャンプで、カモンとこ出る、この辺オッケー、ここ大丈夫、ここ大丈夫で、またここ乗ってむずいな、むずいな、真上でいいか。よし、ありがとうございます。止めるアクション前提だもんな、もう作りがなかなかえぐいよな。違いました、こっちじゃなかったです。ただ上に何かありそう。あれ、上続いてる、これもしかして。ただトゲまみれだよねトゲまみれっていう日本語があってんのか分かんないけど、まず俺足場しまった。なのか上なのか。あー、でもこっから上行くっていう選択肢もあるよな、考えてみれば。これならいけますもんね。あ、合ってるっぽい。待て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 、ここのことを複数同時操作みたいな。ああ、そういうことね。さあ、乗り換えて乗り換えて。うわ、これ楽しい。いい、あ、いっぱいいる、いっぱいいる。はい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 、まあほとんど同じタイミングにしとけば多分分かりやすいんじゃないかな。ダッシュでもいいのかな、これ飛ばなくても。どうなんだろう、でも怖いからな。一応飛びますか。あー、やってしまったあ、通り抜けできないんだ。普通に通り抜けしようとしちゃいました。で、1ダメージにしとけばよかったものを2ダメージ受けてしまった。あー、しまった。あんま早く飛びすぎても
当たっちゃうな、上に、上の時に。ここね。もうちょい見る、もうちょい見る。オッケーオッケー。見れるところまではギリギリまで見る。オブだ。うわー、しまった、マジか。やってしまったわ。焦ったなー今。頑張ろう。多分そうだよね、このポイントからでいいよな。トゲなしでやらせてほしいよな。まあ、トゲなかったらジュエリーさん一人で十分だもんな。そもそも乗り継ぐ必要性がないもんな。次か、左。オッケー。だいぶ余裕がある。やっぱ分かってるっていいね。だいぶ得ですね。よし。はいはい。うわー、耐えた。よし。デカ真珠で体力回復して、体力5なのでノーダメージです。実質ノーダメージ。この目玉の方の真上なら乗れるので。これも使ったりしたね。ここで耐えるみたいなね。うう、怖いよ怖いよ。ちょっと頭を守っときます。取るか。よし、だいぶ気持ち的にこれで楽になった。ここはスタビーちゃんかな。さあ壁ジャンプ。どうだどうだ、扉あった。上からかな、まさかの雪玉。それか、待ちましょう。はいはいはい。パワーが足らなかった。もっと上だな、上ですな。はい、よーし。OK。 おおおお、すごいすごい。めちゃめちゃ連鎖した、やった。
いやーここむずいな。オッケー、いけた。やったゴールだ。ゴールが見えた。マーメイドさんがいるあたりもうちょっと続くのかな。マーメイドさんいるあたりもうちょい続くのかな。どうなんだろうな。めっちゃ高え。うわこれ気持ちよさそう。え、めっちゃある。サスケじゃん。サスケだ。ここが一番上っぽいかな。ただオッケー、やりますか。では時間です。はい、お願いします。すげえ。おーし、ありがとうございます。さあ、エビルクリスタさん。よし、ということでこれでステージ9も OK ですね。空の実では残すところ古城ですね。もうちょいだ、頑張ろう。一応確認しとく。これで今37集まったんだよね。だいぶ来ましたね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。